失礼します。おはようございます。おはようございます。あ、朝です。おはようございます。調子試合、あ、今日試合するらしいですよ。だーる、いや、グラウンドびちょびちょや、試合できひんって。え、でもなんか、グラウンドの水抜きしてするんで、あの、早めに集合らしいです。だーる、失礼します。なんで、何やろ、どう考えても。そこをね、しっかりと意識しながらやっていきましょう。はい、あのね、今日の試合も気合入れてやっていきましょう。もう相手さんももうすぐ来られると思うから、迎える体勢をしっかり作ってね。あの監督、え、ちょっとグラウンド水えぐくないですか。スポンジでもちょっと限界ありますし、試合中止でよかったっちゃいますか。お前らや、相手さんがな、わざわざ来てくださんねや。なんとしても試合できる状態を作る、それが礼儀やろ、だだだだ野球人として。え、自分らだけでやっとんちゃうねん、お前。なあ、今日全体練習か、我々だけの練習か。だったらまだええわ。わざわざ今日のためにな、相手さんも準備して、わざわざこっちまで来てくださっとんねん。ほんならお前、できる状態を作る、こっちから中止なんてできるんかいよ、お前。なあ、はい、考えろ、はい、そういうところをね。まあまあ、相手の監督、相手チームの監督さんいらっしゃる。おう、いや、今日お願いしますね。うん、いや、これ試合できる。え、え、いや、まあでも、あの、スポンジは一応そうですね、今やってるんで、状態としては。グラウンドビシャビシャやんけ。こんなんも中止でやろ。だる、え、だるだるだる。まあ、一応できる状態を、うちとしてはあのできる状態を作ってっていう形ではあったんで、まあ、もしあれやったら、いや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 、事前連絡くれたらよろしいですよ。こんなんも試合になれまへんよ。もう今日なしですか。あ、もうすまへんけど。いや、もう、どうぞどうぞ。相手チームの方も考えてもらっていいですか。なる、すいません、失礼しますね。失礼します。よし、よろしく。なるなる、じゃあ、まあ切り替えて今日一日中ノック行こう。なお前ら、いよいよこの大一番、大勝負が来た。しっかりとやっていこう。人の心は発言では動かない。応援するためには、すいません、失礼とお願いします。あ、時間です、時間、失礼とお願いします。あ、はい、なお前ら、応援するためには人の心を動かす必要がある。人の心は発言では、すいません、開始時間を見てください。あの、失礼とお願いします。あ、分かりました。開始時間を見てください。分かりました、分かりました、はい、分かりました。はい、山田だ、これを一番、人の心を、すいません、早くお願いします。もうね、一回しか遅れちまうので、早くお願いします。もういいよ、いいよ、はい、セールトお願いします。セールトお願いします。ごめんごめんごめん、セールトお願いします。もう行っとる、行っとる。よし、遊びに行こうぜ。コーチコーター駆け足、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 なる、コーチコーター駆け足、なる、ボーさあ、なんで、なんすか。スポーツマシン、なる、スポーツマシン、なる、なんすか。スポーツマシン、なる、スポーツマシン、なる、なる、はい、なんすか。
私分かりました、分かりました。私ピリッとしたの私私スポーツマンシップなる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 スポーツマンシップなるスポーツマンシップにとるスポーツマンシップスイーバターンチュッチ。いや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 、なすか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 、どう考えてもボール球、なすか、ストライクですよ。何ですか、何ですか、はい、どう見てもバウンドしとったから、はい、何ですか、ストライクですよ。あれでストライクだもん、選手たちはもうここですから、ここにいる、ここに入ればストライク、確実に退場。あ、なりゃスポーツマンシップ、すいません、やめてください、やめてくださいスポーツマンシップ、スポーツマンシップ。よし、おなまえら、司会とけよ。はいはい、司会終わり、いただきます。おや、いや、監督さん、うん、いやいや、見に来ましたよ、もうお前、はい、激励ね、来ていただいたんで、野球部さんね。いやいやいや、もうサッカー部さんは頑張っていてね。いやいやいや、もうね、久しぶりだな、もうだいぶ暑いっすね、最近。いや暑いです、体調気をつけてね。いやいやいや、俺は大丈夫ですよ。はいはい、感動して大丈夫ですか。おいおい、一日中ね、日に当たって、おいおいおい、こんなのは。いやでも、それかいやまあね、うちまだまだ甘いよ、ほんとに。もう野球部なのに比べて。ちゃん、座ってください。あ、いやいや、ありがとうございます。いや、ほんとにそうっすよ。もう結局のところね、やっぱりもう気持ちだよ、はい、気持ちがやっぱり大事ですよ、もう、はい、根性、精神、精神。あの、うるくさい言われますけど、やっぱ我々はね、そうだな、もうやっぱり言うたら精神論だな、はいはいはい、いやー、話が分かる、分かってらっしゃるわ。あの、うんま先生ね、はいはいはい、一つお聞きしたかったんですけど、はいはいはい、あの、今年の夏、はい、サッカー部はどういうスタイルでいこうかな。もう今年の夏は、ほんのもう厳しく、いくということがモットーだから、もうオフは基本的にもうなしで、もうゼロ。え、オフはなしでいきますよ、サッカー部は。オフなし、オフなし、休みなし、もう全部連チャンでやりますよ、うちは。野球部さん、どうですか。いや、うちもね、うちももちろん、あ、もうやってられますか。そうですね、もちろんうちもそのつもりでした。多分、オフなんかね、与えたところでってところなんだよ、ね、そうですよね、学生なんで。そうでしょ、もう毎日毎日やっといて、やらすといいんですよ。あ、おやすかめよ。それでしょ、もうめちゃくちゃ飛んでるな、あの子、あの子はなんていうの、あれ。あ、あいつはね、まあ、最近だと結構ね、見込みの多い。あ、そう、まだ2年生。いいからしとるな。2年生。あ、あれ、あ、だいぶ体大きいで、ね、やっぱりいくつぐらい。やっぱもう結構そうですね。ねえ、100、あれ、下手したら190あんじゃないか、あれ。え、90はないですけど。ない。そういうぐらい。いや、でも本当、はい、ありがとうございました。あれ、今日は80キロぐらいあるんじゃないか。ありがとうございました。ないか。まあでもそれでやっぱ食うのが大事な。あ、監督さんのもね、みんな痛みがあるんだよ。いや、うるないんじゃないわね。いや、ほんと今日はありがとうございました。いやいや、あれ、なんかセカンドだろ、さばきがええな。セカンドはそうですよ。まあ全然そう、あれなんだよ。俺自身もさ、サッカーやっとったんよ、その小さい頃、ほんの少しで野球やっとったよ。あ、そう、あ、そう、あれ、監督さん言ってなかったっけ、俺野球やっとったって。あ、それは、いや、以前もお聞きしましたよ。あ、いた、おー、俺、いや、でもほんと今日はありがとうございました。いや、違う、すぐ忘れちゃうんだよ、もう。なんだよ、もう全然ね、そうだけど、翔太。え、翔太さん、ポイ捨てはやばいっすよ。もうええって、もうバレへんから、さっき監督やったから。おや、あのさ、それなんすか。はい、そのペットボトルなんすか。君野球部だね。いや、これはなんか見たことあると思ったら落ちてたやつ。落ちてた、そうか、落ちてたか、誰かがねえ、ポイ捨てしたってことか。え、天に誓えるか。さっき俺、あそこにいたけどね、君がポーイってやってたとこ見ましたけどね。え、まあ野球部の監督が報告するよ。ナナ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 
あ、ねえ、そろそろ部屋行っとくよ。あ、了解です。みんな早いな。よし、死ぬか。カード来ました。はい、おっしゃー。はい、はい、はい、50分いかんね。なる。いやー、監督さん、それにしてもすごいですよね。ねえ、やめ、練習せんか。いやー、それもそうなんですけども、それより、あの監督さんがいつも言ってる溜めて解放理論、最近ソフトバンクの柳田選手も使ってますよね。してんの。はい、使ってあるな。すごいです。まあまあ、それぐらいの理論っていうのは先生言うくらいの。そうですよね。プロも認めてるよ。いや、プロ…まあまあまあ、まあ、すごいですよ。あ、せーの、やるよ。はい、やります。頑張ります。お前、タイム切り、10分でいいから。ポコジュー。冗談ね、50分。ポコジュー。はい、はい、ゴー。はい、グーサル解放。はい、受け2本目。はい、ごめん、リコ戻しといて。あ、了解っす。エラソン10本目。はい、よっしゃー。お前らめっちゃ早なってるやん。ポコジュン、ポコジュン。で、なんや、さっきな、ハンドボール部の上田先生とそこで、ちょっと喋ったんやけど、ねえ、お前ら朝一から今日の元気よくやっとった声出して。上田先生はね、普段から野球部のことを気にかけてくれてて、応援してくれててな、心配してくれとってな、朝一からあと練習を覗いとってくれたらしいんや。ある。そしたら先生がおるときとはまるで違う、声が出てない、元気がない、そういう練習でしたっていうふうに報告を受けました。どういうこと？先生がおるときとおらんときとそんな変えとるお前ら、どういうこと？実は1年生が溜めて解放理論うまくできてなくて、3年生の僕らが指導しました。まあ、元気を出して練習するという雰囲気よりは、まあ、黙々と練習する雰囲気にはなってたかもしれません。いや、そりゃ言うたかって。や、上田先生がって、お前スポーツをされてる方でいい雰囲気か悪い雰囲気かぐらいは分かるがな。ねえ、お前、上田先生が嘘ついてたって言うんか。あんなに素晴らしい理論は絶対1年生に教えてあげたくて。上田先生の小田先生からとちょっとおきます。ポコジュン、あのクソボケがイチャモンつけやがって。だから弱いね、あっとこいよ。つまんない、疑って。お前、ありがとう、3年生、ありがとう。
はい、じゃあこれからの練習もね、しっかりと。あれ、翔太さん、練習にゲーム持っていくんですか？ああ、これあの練習の合間隠れてやろう思って。え、バレませんか？バレるわけないやろ。俺の誰やと思ってんねん。なぁ、ラル見せれんのかて。父ちゃん母ちゃんにはそんな姿、あ、おい、なんか言え。止まっとんねお前練習なあ、はい、邪魔やね。止まっとんね練習な。練習しに来とんねん。みんな、お前以外は。おい、あれとんの？出ろ、お前。なる。おい、翔太。はい。監督さん、あっちにいるから、謝ってこい。反省してんの伝えたら大丈夫やから。お前がな、別に先生のことをおちょくってるわけじゃないのは分かっとるよ。それはさすがの先生。内心ではな、頑張りたいと思ってんだもん、分かっとるよ。バカじゃん。まあ、特に先生に対してもな、きちっと、まあ、例えばお前返事とかええやん、はっきり喋るやん。はい。そういうとこが先生を評価しとるよ。はきはきとな。大きい声で返事するのはええな、ええとこや思っとるよ。そういうとこもしっかり見とるから、先生は。わかった？はい。で、あんなコーチでな、長谷部とか来てくれてんねんから。裏切るようなことすんな。はい。先生は長谷部には感謝しとる。ね、逆もそうや。長谷部も先生にな、そうリスペクトを持ってくれてるのが気づく、わかるから。そういう関係はな、お前とも気づいていけたらいいなと思うちょる。大丈夫か？すまなかったな。あ、大丈夫です。先生もちょっと驚いなかった。傷とか治ってないか？いけるか？はい、行こう。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。イエッ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 。あれ今イエッ。見せれんのかて。おい、大丈夫かこれ。おい、聞いとんのかお前。どんな思いでや、おい。さっき話した。なあ、先の話ねえって、おい。何の謝罪やねん、お前。俺な、どうしても許されへんことがあんねん。人が怒ってる時にふざけるやつや。これだけは許せへん。ボコボコにしたくなるわ、誰であろうと。なあ、分かってんのかね。あ、はい、すみません。最近ね、あの便所行ったらな、あの英語のジョニー先生がおって、これぞ便ジョニー言うてな。おい、なんて今俺怒っとったやろな。分からんかったんかな。おい、いつまでふざけとんねん。なあ、お前の親父がごもんないねん。もういい、練習から出ろ。なる。Let's go, 解放 extension.